はい、ヒロミです。今回はポケットモンスター、チャイニーズパールの番外編ということで、こう、リッシュ湖のほとり来てます。ちゃんとね、銀河団に爆破されたけど、ちゃんと回復してますね。ということで、今回はこのリッシュ湖の空洞見て、この子を捕獲するイベント、やっていきたいと思います。この、なんか、主人公の顔がドアップになるのって、あれなんですよね。なんか、2部以上確定っていう、合図らしいですね。はい、まず、手当クイックボール。まあ、ですよね。はい。来てます。はい。で、CP レコーダーをしましょう。あ、この早い。マジか。回復させよう。積んできた。一旦変えますか。エンペルトですね。これで、次多分ジンツーリックかな。出てくると思うんですが、エンペルトは鋼タイプ入ってるんで、はい。まあまあ避けたんですけど、これで、多分次のターンジンツーリック打ってこないと思うので、封印。はい。決まった。しびれこな、いきましょう。待機ね、待機ね、待機ね。あ、これはあれか。あ、よかった。マジか。倒れた。あれが。そう。あ、進んできた。よかった。来た。予約状態以上できましたね。で、花吹雪やってみよう。まあ一回は耐えるでしょう。あー、もう余裕やん。問題次なんだよな。まあここでもうロズレ取れるのはまあまあ OK で、ちょっとダメージ感覚がちょっとわからんな。なんかじゃあ無垢フォークで電光石火連打して、まあまあ、タイプ1だけど、まあ、電光石火威力1はそんなにダメージ入れないだろう。まあまあインファでもよかったけどね、半減だ、半減だから。あ、微妙微妙。豪華さんマッハパンチやってみよう。威力低くて半減だから、まあこれ耐える1回は耐えそうな気がする。あ、よしよし、いいよいいよ。ちょっとワンパンだな。
そう語る。もうパーティーが3回している。1回ボール投げてない。ここでダークボールいきましょう。まあパーティーには入れないのでボールの配りがないですね。そう、OK、あとはボールを投げる作業だ。私低いもんな、多分3とかでしょう。まあ、ストーリー必死、必死じゃないんで、ハーフリーさんめっちゃ低いですね。進んできた。それで多分、マックスまで上がってるから、半減だとしても、多分耐えれないでしょう。ああ、惜しい。はい。1回か。 OK、 これ以上体力減らすと攻撃しちゃうと倒れちゃうんで可能性が高いんで。あ、これでもこんぐらいか。アグノも空気読んでくれてるね。これはどうだろう。あ、倒れるか。止められなかったら、まあ、リセットするんで。終わりましたね。あと、もう一回投げれるぞ。そう、勘弁してほしいな。 OK、 OK、 いいよいいよ。来た。リセットしないですからね、これ。はい、じゃあゴンベがちょっと瀕死にさせたのがちょっときついな。進化が遅れる。あ、そうなんですね。いえ、はい、じゃあということで今回は以上とさせていただきます。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではバイ。